あとグリッドのそのボックス問題、グリッドボックス問題と言いながら写真があまりないんですけど、それはまあこれぐらいですか、写真としては。これじゃないの、これ最後のリスタートの時にマックス選手が、スターティンググリッドのボックスの枠からはみ出てるんじゃないかと、前にはみ出てたんじゃないかという、まあ、噂があったというか、まあ、僕も映像を見てあれはみ出てんじゃんと思って、これもうレース後審議じゃねえのって思ったんですけど、まあ、メルセデスだったら抗議するだろうっていうね風に思ったんですけど、レース後にダイジェストみたいな感じでバーってその映像がリプレイ映像がバーって流れてくるんですけど、まあ、あのフジテレビの場合は、放送終わってというか放送席が外れた後しばらく何曲か流れるじゃないですか、多分インディスカントリーだと思いますけどとかが流れてる時に、まあ、現地から流れてくる FOM のハイライト映像に、まあ、普通に入ってて、そこに映ってたんで、完全にマックスがスタートする時にガコンって前に動いちゃって、グリッドの枠線からなんかはみ出てるように見えたのがあったんで、あ、これまたレース後に審議かと思ったんですけど、あの時はまあ、リスタートソフトタイヤでのリスタートでしたけど、グリッドに着く前に、まあ、あんだけ路面温度低かったんで、まあ、タイヤ全然熱入ってないですし、まあ、実際みんな全然熱入んないままスタートしたわけですけど、バーンアウト、ロングバーンアウト5回やってねって言われて、ブーンブーンブーンってやってグリッドに着いたのが、まあ、結構ギリギリでギューンって止めて半分、おい大丈夫かっていうぐらいの結構すごい勢いで止まって、で、まあ、もちろん狙ってイン側のハミルトンを牽制するためにかなりイン側に向き、ね、寄せて止まって、でその時点でも結構ギリギリで止まってるんですけど、さらにそこから、まあ、当然その時はニュートラルで止まってますけど、ギア一速にガンって入れた瞬間にそのシフトショックでガンって車前に動いてて、でさらにそこから一回マックスはクラッチをつないで、じわっとつないで前にブーンって動いてるんですよね。それを見たんで僕は、あ、これ完全にアウトじゃんと思ったんですけど、まあ何を持って証明したのか分かりませんけど、タイヤのコンタクトパッチ、接地面が、白線からはみ出ていない、全て白線上にあったので、まあ外から見るとはみ出てるように見えるけど OK ですっていうルール上は、タイヤのコンタクトパッチのどのいかなる部分もはみ出てはいけないっていうルールなんで、コンタクトパッチがちょっとでも外出てて路面に一部でもタイヤがついてたらアウトなんですけど、今回の場合はついてなかったという判定でマックス選手は OK ということです。それが今のルールなんで、これが今年の2月22日に発行されたスポーティングレギュレーション、2023年スポーティングレギュレーションの第4版イシュー4ってやつに入ってる、まあ文言自体が変わった、このグリッドのボックスからはみ出ちゃダメよっていうルールは、タイヤのコンタクトパッチがはみ出ちゃダメよはもともとあったルールなんですけど、今年の2月22日開幕前から、横もはみ出ちゃダメで、コンタクトパッチのいかなる部分もはみ出てはダメっていう文言に変わったっていうことですね、まあ、より厳格化されたっていうことですね、まあ、そういう意味で言うと去年は実は横にはみ出てはいけないっていうルールはなかったんじゃないのっていう気がしますけど、まあ、あの今年は前も横もっていうふうに明確に書かれてる、去年はグリッドボックスっていう言い方になってるんですけど、あれだけ見えない見えないって言われてましたけど、え、見えてるやんっていうねマックスはたまたまそうなったんじゃなくて、いやまだ余裕あると思ってって言って動かしてる、あのわざわざクラッチつないで前に移動してるぐらいなんで、まあ、もちろん、そこまでの2回のスタート自分良くなかったっていうのは分かってます。でこのリスタートでハミルトンに抜かれたら、まあ、ほぼ負けるっていうのも分かってます。だからこのスタートむちゃくちゃ気合い入れて、むちゃくちゃもうやれること全部やるっていうので臨んでます。だからもうちょっとでも前からスタートするっていうのが最後の最後でギリギリでその、ね、グリッドの停止位置少しでも前にっていうのをやってるんですけど、え、ってことは見えてるやんっていうあんだけ見えないってさ、みんな騒いでたのに見えてるやんっていう、まあそれはグリッドの枠線はもちろん見えてないんですけど、そのイエローのラインは見えてるので、っていうのはイエローのラインめちゃめちゃ長く伸ばされてますからね、あの VR の検証動画見ていただくと分かると思うんですけど、あの動画の中のラインよりも全然内側まで長く伸びてるんで、去年の途中からそういう風に変わりましたからね。だから、そのイエローのラインはちゃんと見て、
で、まあ、その瞬間にどこまで行ったらはみ出るか分かんなくても、はみ出てるかどうか分かんなくても、グリッドについた時、最初のダミーグリッドについた時に、今ここでギリギリです、で今ここからコクピットからイエローのラインがどういう風に見えますか、このラインがこういう風に見える時までは大丈夫ですっていうのを見て最後の調整してるはずですね。だからまあそういう意味で完全に自分のタイヤがどこにあるかとか、ホワイトラインに対してどうなってるかとかは見えてないはずですけど、このイエローラインがまあ長いので、どういうふうに、今どの辺にいるかっていう、実際ここまではいけるっていうところに対してマックス合わせ込んでいったっていうことですね。だからそういう意味ではあそこが最後のリスタートが1番グリッドで、本来の最初のスタートも1番グリッドだったっていうのも良かったんでしょうね。ちょっとまあしっくりいかないっちゃいかないかもしれないですけど、その白線を、要するにフロントウィングとかバンバン出てるし、あのイエローのラインからもフロントアクセルは全然前に行ってるんで、それはいいのかっていう話になるかと思うんですけど、結局フロントウィングがどんだけ前に出ていようと、トランスポンダー、掲示するためのトランスポンダーはフロントアクセルの上にあるので、フロントタイヤの車軸上にあるんですよ。だからあの掲示してるこのトランスポンダーがフロントアクセル上にある、つまりフロントアクセルがホワイトラインを割っていなければ、トランスポンダーはそのグリッドの線よりも手前というか、グリッドの線の線上にあるんで、トランスポンダーはグリッドからはみ出てないっていう言い方ができるんですよね。だからまあそういう意味では、みんながフロントアクセルをグリッドの白線に合わせれば、これは公平なんですよ。だからあのフィニッシュもギリギリこう僅差でのフィニッシュで、まあ写真判定、今 F1 はしないですけど、写真判定みたいになった時に、あの競馬とかだったら鼻差とかでこうね、馬の鼻で決めたりとか、どっちの鼻が前かとか、陸上とかだとね、みんなこうやって体胸元をわーって前に出してどっちが前かでやってますけど、 F1 の場合は仮にフロントウィングが前に出てたとしても、ノーズが超長い車でトランスポンダーが相手より後ろにあって、トランスポンダーが相手のトランスポンダーより後ろでフィニッシュすれば、いくらノーズが前に出てても負けなんですよ。トランスポンダーの位置で決まるので、そういう意味ではあのトランスポンダーがあるフロントアクセル、フロントタイヤの接地面が白線を超えていないことっていうのは、まあ、ある種公平っちゃ公平なんですけど、じゃあ本当にそのタイヤのコンタクトパッチ、接地面が白線上だったか、もしくは1ミリでも白線を超えてなかったか、アスファルトに設置してなかったかっていうのは、多分センサーで測ってるわけじゃないので厳密には見れないですよね。1ミリの誤差は全く見れないと思うんで、ここも本当はちゃんとやった方がいいですよねっていうのが僕はちょっと感じますけどね。そんなその厳密に撮るぜって今言い始めたんだったら、前はそこまで厳密じゃなかったから、センサーから外れてなければいいよとか、まあ、ある程度目視で、まあ、問題ないよねみたいな感じだったけど、本当にルールに厳格っていうんであれば、そこはもう本当にグリッドの白線には全部センサー埋めて、そこからちょっとでも出たらアウトってやってほしいですよね。じゃないとそれはフェアじゃないと思うんですけどね。まあ、なんだったらガスリーのグリッドの停止位置もちょっと怪しかったですね。ガスリーも、ブレーキ踏まずにギア一足入れたんで、ガゴンって言ってだいぶ前に動いたんですよ、車が。だから結構ガスリーもはみ出てた疑惑はありますけど、まあはみ出てはなかったんでしょうねと。で、実際まあ、メルセデスは、マックスの車がだいぶ前に行ってたのは気づいてたし、まあ彼らも当然それ抗議できるんだったらしたでしょうから、まあメルセデスもかなり映像とか写真とかあらゆるアングルからチェックをして、まあ、チェックした結果、まあ、もちろんレギュレーションの条文とかいろんな証拠とか考えて、あこれは抗議しても負けるな、レギュレーションに照らし合わせれば OK って言われちゃうわっていう結論に達したんだと思いますね。だから抗議はしなかったし、そういうなんかレース後に順位が変わるかもみたいなことにはならなかったと、まあ、そういう意味では FIA もメルセデスも OK っていうふうに判断してるってことは、もちろんレッドブルも OK って判断してるってことは、まあ OK ということですかね。